まもなく日没となりますが、その日没から日の出までがアークナイトのノータイムです。すべてのプログラムが日没から日の出にかけて稼働します。刺激的なアートプログラムは夜を徹し、ここ六本木ヒルズをはじめ国立新美術館、東京ミッドタウン、そして六本木商店街の各所で繰り広げられていきます。今回の六本木アートナイトのテーマはトリップ、今日が明日になるのを目撃せよです。六本木とアートが融合した一夜限りの夢の祭典をぜひご体験いただきたいと思います。申し遅れましたが、六本木アートナイト2013フォアタイムキックオフセレモニーの司会を務めます、テレビ朝日アナウンサーの竹内芳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは六本木アートナイト2013コアタイムキックオフセレモニーを開催いたします。まずはじめに六本木アートナイト実行委員会実行委員長南條文雄森美術館館長より開催趣旨を申し上げます。皆さんこんばんは。こんばんは。このアートナイト今年で4回目になります。非常に盛り上がってきている、大変素晴らしいイベントとしてですね、どんどん育ってきているんですけれども、一方でこの六本木ヒルズは今年10周年を迎えました。4月からは10周年のイベントも予定されておりますけれども、すで、に10年も経ちました。そして、6年前にはミッドタウンができ、また国立新美術館、それからサントリー美術館、2121デザインサイト、こうした美術館がたくさんできました。その結果六本木は東京のアート、このアートの中心になった六本木を飾る最も象徴的なイベントとしてこのアートナイトは育ったというふうに私は思います。で、この今回はですね、アーティスティックディレクター制度を設けて、日々の方に、ことになりました。日比野さんはこれまでも大変多くの街の中のアートイベントをやっていらっしゃった方ですので、大変適任というふうに思いますし、今回はこれまで以上に多くのアーティストがよりたくさんの作品を街の中に展開しております。このイベントと、時期をこうしてといいますか、もう一つはこの東京の中で大きなアートイベントが他でも行われております。それはアートフェアというものなんですけれども、このアートフェアが2つ同時開催、それからもう一つはファッションウィークというものも東京で行われておりますけれども、こうしたイベントがこのアートナイトと同時期に行われるようになっておりましたので、特にアート、ファッション好きな方々、文化好きの方々がこの週末に大変多く東京にいらっしゃっています。このアートナイト今年は今までの中でも最も盛り上がるんじゃないか、こういうふうに思います。日比野さんの方からは後でまたいろいろご紹介あると思いますけれども、前回東北復興を、考えたいくつかのプログラムというのをご紹介したんですけれども、今回はさらに、復興を視野に入れたたくさんのプログラムが行われます。そういったことで今回のアートナイトは大変ユニークなものになるというふうに思います。今もちょうど上の方で炭が跳ねていますけれども、これも東北から持ってきたものでございます。これで今回のアートナイトについては、特に多くのご賛同いただきました、そういった方々からの大変多くの支援を受けました。こうした方々には手でお礼申し上げたいと思います。それからまた日比野さんの下でですけれども、キュレーターの方々、それから
100人を超えるアーティストの方々が大変な尽力をしていただき、今日を迎えました。この方々にもここで厚く御礼申し上げたいと思います。簡単ではございますけれども、私の挨拶に入らさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、主催者を代表いたしまして、安藤辰巳東京都副知事よりご挨拶を申し上げます。皆さん、こんばんは。こんばんは。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。今日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。第4回目を迎えました、この六本木ハートナイトでございますが、毎年盛況のうちに開催されますと言いまして、昨年は70万人の方がご移動いただきました。このフェスティバルは東京都にとりましては東京文化発信プロジェクトというプロジェクトの一環でございまして、東京から芸術文化の発信をし、世界における東京のプレゼンスを高めていこうという気持ちを込めて開催をしているところでございます。今年は桜の開花も早く、今夜どうも満開のようでございますが、桜の咲くこの春のこのフェスティバルは皆様方のご協力によりまして大きな足音を残してきたなと思いますが、今回はさらにさらに盛り上げていただければと思います。その他の方々で大変趣向に富んだことが展開されるというふうに聞いております。日没から日の出まで、今日はお月様は朝の3時まで出てるそうですから、ぜひお月様と一緒にこの喜びの丘と、あるいは喜びの丘アートの海などをぜひとも楽しんでいただければというふうに思いますが、東京都では現在2020年のオリンピック招致に全力を挙げてございます。東京が文化の都市としても蓄積があり発信力があるということを私もは訴えておりますが、この六本木のフェスティバルもきっとそういうものになるというふうに期待をいたしております。お会いになりますが、本日の開催にあたりまして、ありました実行委員会の皆様方、地元港区、そして地域の皆様方、関係の皆様方に厚く厚く御礼申し上げます。そして何より本日ご来場いただきました皆様方に心からお礼を申し上げまして挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして